はい、タバコ好きな、ユッキーの動画でーす。今回は喫煙動画、はい、ゴールデンバージニア。こちらは、まあ、実に人気がある、やつですね。容量が 50g 入ってます。それでは。パカ。お。なんだこれ。あ、リズラのグリーンが付属されてます。これ吸ったことねえな。あ、これはまあいいや。リズラは、どうでもいいっす。あんまり使わない。パカ。あ、ジップロック付き。これは、今まで初ですね。ここにね、ジップロックがついてます。ここにほら。こういうジッパー式ですね。すごい。これはすごい。今までで初めて。ジッパー付き。ジッパー付きは初めてだな。すごい。これで乾燥が防げる。おぉ。すごいな。これ結構金かかってるぞ。お金かかってますね。はい、フィルターは、ピュアの、スリムフィルターを使います。ペーパーは、チェの、付属ペーパー。すごい固めに仕上がってるな、これ。ぎっちり詰まってる。あ、すっげえ酸っぱい匂い。これは絶対あれだぞ。酸味が強いぞ、これ。確実に。すでに酸味の、すっげえ酸っぱい香りがするもん。ちょっと。よっしゃ、吸っていきましょう。あー、おー、酸っぱい。酸味が強え。すげえ酸味が。酸味強いな。でもなんか重いって感じはしないね。バージニアってなんか重いイメージがあるんだけど。まあこれゴールデンバージニアってこれバージニア 100% じゃないからな、確かな。配合なんかいろいろ入れてるよね、確かね。ゴールデンバージニア、ゴールデンバージニアは、値段が1140円。ストレートバージニアバーをベースにブレンドされ、タバコ本来の旨味が十分に引き出されています。きつみは、細かい刻みから来る柔らかい味わいが特徴です。ほい。
具体的なあれは書いてないですね。まあでも、いい香りはしますけど、かなり酸味が強い、まあ香りなんだけど、そうですね。まあ明らかに風味が、すごい違うっていうのはありますけど。重くはないかなぁ。重くはないと思います。多分。まあ、バージニアっていうと、ショートピース。俺が大好きなショートピースがね、バージニアバーつ100%多分使ってると思うんですけど、まあ、それにちょっと、やっぱり若干やっぱ似てるような感じをしなくはないですね。微妙だな。なんていうか、鼻から出ていく香りはいいんだけど、肺喫煙した時に、こう、喉のあたりで、味みたいなのを感じると思うんですけど、それが別に大して感じもしねえなって。やっぱドラムはうめえなってことっすね。やっぱドラムはうめえなってことっす。ドラムとかに比べると明らかに、すごい、吸いやすい。吸いやすい上にちょっと、そこら辺の舌で感じる、ここら辺の喉とかで感じる味わいがあんまりない。まあこれね、ゴールデンバージニアとか買ったんですけど、ショートピースをね、ちょっとブレンドでね、作れねえかな、みたいな感じでね、それの目的で買ったんですけど。まあブレンドしたり、するようにちょっと買いました。まあ、単品で吸ったり吸っても大して面白いかっていうと別に面白くはないかなと。まあ、あと、巻く時の、ギッチギチに詰めたりとか、ふわっと詰めたりとか、それでも味変わってくるからね。
まあ、軽くは、軽いと重いの中間ぐらいでちょうどいいぐらいじゃないですか、これは。ああ。そこまででも香りは強くない。風味は強くないかなって、とは思います。うん。まあ、そうだね。そこまでやっぱ風味とかっていうのが、舌で感じないもんね。そんなに。ドラムとかだともう舌にダイレクトに、喉と舌あたり、舌にダイレクトに結構来るんですけど、香りとかがね。まあ、それに比べたら全然しないなって感じはあります。まあ、酸味がちょっと強い。酸味が強いんですけれど。酸味が強いんだけど結局さ、鼻から出してさ、煙を、鼻から出したら酸味がこうブワーってくるんですけど、普通にこう、口腔喫煙とか、あと、肺喫煙とかって、は全然、しないかなと。風味がね。ということで、三つ星、ご視聴ありがとうございました。